愛知県がんセンター研究所の伊藤秀美ですここではがんの早期発見とがん検診についてお話しさせていただきますここまでの動画で生活習慣に気をつけることでがんになりにくくすることができるということについて学んできましたでもがんに絶対にかからないようにする方法は見つかっていません がんは治らない病気と思っている人もいるかもしれませんが実は癌は早く見つけて早く治療すれば治ることが多くなってきていますつまり早く癌を見つけることが重要なのですががんの初期のうちは症状がないので自分ではわかりませんそこで症状がなくても癌を早く見つけるために受ける検査ががん検診ということになります こちらのグラフをご覧ください。がん発見の経緯と5年後の生存率を表したグラフです。青い左の棒ががん検診で癌が発見された場合です。検診は、痛みや辛さなどの症状がなくても定期的に受ける検査です。一方、紫の右の棒が検診以外で発見された場合です。 検診以外で発見された場合は、咳や痛みなどの症状をきっかけに見つかったもので、発見が遅れた場合が多いことがイメージできます。胃がんでみますと、検診で発見された場合は、その5年後の生存率が87.8%であるのに対して、検診以外で発見された場合は53.3%となっています。 このように表に載っているすべてのがんで検診で見つかった場合の方が5年後の生存率が高いことがわかります次にこちらのイラストを見てくださいがんが発生して大きくなって自覚症状が出るまでにどのくらい時間がかかるかを表したものですがんが発生してからがん検診で見つかる大きさになるまでには 10年から20年かかると言われています。このタイミングで癌を見つけることができれば、治療で治る可能性も高くなります。もしここで見つけられないと1年から2年で、癌は一気に大きくなって、咳や痛みなどの自覚症状が出てきてしまいます。つまりがんを小さい時に見つけるためには検診で見つかる。 1>, 1センチくらいの大きさから自覚症状が出るようになる2センチくらいになるまでの1年から2年という短い期間に見つけなければなりませんそのためには1年や2年という決められた間隔ごとに定期的にがん検診を受けることが大切になります名古屋市ではがん検診が500円で受けられるワンコインがん検診という制度があります 受けられるがん検診は6種類で、胃がん、大腸がん、肺がん、乳がん、子宮癌、前立腺がん検診です。大人になったら、必ず定期的にがん検診を受けるようにしてください。また、お父さんやお母さんにもがん検診を受けているか確認してみてください。